戦愛好会です。今回はね、これやってみたいと思います。まあ、こんな風になってますけど。まあ、ここから下はね、いろんなやり方がありますけど、ここですね、最初。で、こういう色合いで作っておりますけど、1本、2本、3本、4本。で、それを、ちょっとね、変わった感じで行ってみたいと思うんですけどね、こういう感じで。あれ?よいしょ。こういう感じで行ってみたいんですけどね。そして、真ん中のとこなんですけど、これぐらいあればできますんで、これでできるというところで行ってみたいと思います。で、茎のとこですね、これですね。では、行ってみましょう。まずは外側から行きたいんですけどね、これ中に対して濃くなってますけど逆に行きたいと思います。まあこれはどうでもよくないですね、すいませんね。はい、ちょうど10センチですね。はい、ちょうど10センチ。で、ここ結ばずにですね、こういう感じで。結んでもいいんですよ。10センチ。10センチですね。で、ここをね、こんなに余ってますからね、だからこんなに入れなくてもいいということですね。で、ここしっかり結んで切っておきましょうね。はい、こういうものができましたね。次この次はここです。ここいきます。はい、この色でいきますね。これも10センチぐらいですね。残ってます。これを結びます。それで、こことここが一致しないように一個ずらしますね。で、ここに絡めます。それで、ですね、4センチですね。
それでここに隣に行きます。それでこれだけでもいいんですが、作業中に外れてしまうこ、ね、可能性があるので、外れないように巻いて、まあ外れてもいいんですけども、はめればいいだけなんですけど、作業はねやりにくいので外れないようにしときましょう。で次、おっと、これ、ね、次の、ここもね、で、これ見ていただくと分かるんですけど、作業上はですね、こう互い違いにさ、どっちみち両方来るんですけども、互い違いに作業した方が外れにくいんで。でここはこれをしっかり引っ張り出して、この口巻きのところをカットして、ここにそうすると外れにくくなります。でちょっとパンパンなんでね、巻きましょう。失礼しました、ちょっと多かったですね。今度はね、もう外れないと思いますんで、巻きつけなくても大丈夫。
で、こんな感じになります。ですかね。で、最後のここですね、真ん中、あ、違った、よいしょ、これです。これも裏表ありま、裏表ありますんでね、だいたい10センチですね。なるべくね、端っこが重ならないようにしてください。と言いながら重なってました。失礼します6センチぐらいです。もう一周します。
で全部できたらこう切っていきます。ということでこういうふうに、できました。で、こっちを表にしましょうかね。こういう感じですね。ではここ行ってみたいと思いますね。5ピンチツイストをここ作りますね。ほんのちょっとでいいですか、こんなもんで。小さい、そうですね、 2.5 ですね。念のため結んでいきましょうかね。はい、こういう感じですね。で、これを膨らましていきます。これも10センチぐらい残してるからね。で、こっちを表に出すんであれば、こっちを表に出す、こっちの方が、
それでこれをここにこれはめます。それでこの辺で、ピンチツイストを作ります。と言ってこういうふうに90度になって、ここですね、ここからこれぐらいちょうどこうなるところで、ということですね。はい、ということでですね、お花の完成です。同じ作り方ですけども、色合いで雰囲気が変わってくると思います。はい、風船愛好会でした。またお会いしましょう。